平山さんいらっしゃい。いつもの。あ、今日は何の本読んでるの？幸田文木エッセイ。読んだことある？平山さんはインテリね。そんなことないよ。はい、ポテトサラダ、はい、そして今日もお疲れ様でした。あれ、まあまあ、うちらそんなお通しなかったけど。あ、そんなことないわよ。だいたい俺たちと量違わない？みんな同じです。うちは平等です。ね、あれ、平等ってそんな意味だったっけ？そんな細かい男モテないわよ。